アッティカ、または、アッティキは、ギリシャのアテネ周辺を指す、地域名であり、現在のギリシャ共和国の広域自治体である、ペリフェリアの一つである。古典ギリシャ語で、アッティ系、現代ギリシャ語でアッティキとも表記される。古代ギリシャの地方図歴史的なアッティカは、アテナイを中心とし、エーゲ海に突き出した三角形状の半島一帯を、指す、地域名称である。 北は1 6キロメートルに及ぶ北イローンの山並みによってボイオーティアと区分されている。南西にサロニコス湾に面し、北東には南エビア湾を隔ててエビア島が横たわっている。プラトンによれば、古代アティカの領域は、西はコリントス地境、北は北イローンの山々やパルニサ山によって隠され、オロプスとアソポス川で海に至ったという。 現在の行政区画としてのアッティカ地方は、歴史的なアッティカ地方よりも広い範囲を指す。アテネやピレウスなどの首都圏があるアッティカ半島のほか、ペロポニソス半島東部のトロイジナ周辺や、ペロポニソス半島南方のキティラ島、アンティキテラ島などを領域に含んでおり、面積は3 8 0 8 k ルである。 現在の人口は370万人であるが、そのうち95%が首都圏に住んでいる。アテネの 3D 画像アテネの近郊には、南西側から時計回りに、アイガレオ山、パルニサ山、ペンテリ山、イミトス山の4つの山があり、これらが形作る丘陵地帯は、アテネピレウス大都市圏の外縁となっている。アッティカ地方の最高峰であるパルニサ山周辺には、 松やモミの森が広がっている。イミトス山、ペンテリ山、東南部にあるメレンタ山やラブリオの山々には、松の植生が広がっており、他の地域は、低木で覆われている。アッティカ地方は、山々によって、ピーディス、メソゲーヤ、セライジアンの平野に区分される。メソゲーヤ平野は、アテネの東方にそびえるイミトス山の東側に広がる平野で、北にペンテリ山、 東に南エビア湾、南オメレンタサニアラリウムの山々によって隠される。アテネの北東、マラトンの近くにあるマラトン湖は1920年に作られた人口の貯水池でアテネの水がめとなっている。古代アテナイにおいてアッティカ半島南部のラブリオは銀行山として知られた。また、大遺跡の産出地であった。アッティカは陶器生産の中心地であった。 ネッソスと戦うヘラクレスを描いたアッティカクロイトキ古代アテナイの人々は自分たちがよそからアッティカに移り住んできた民ではなくこの地にもともと暮らしていた民であったことを誇りとしていたこの伝承は古典時代に暗黒時代を振り返って作られたものと考えられているアッティカはドーリア人の活動に伴い ペロポネソス半島北部から古地を追われて移住してきたイオニア人の避難場所であった。イオニア人たちはアッティカ人と合流し、イオニア方言を話すようになった。後にイオニア人たちはエーゲ海を渡り、小アジア西部のイオニアの地に12の植民都市を築いたと考えられる。未経年文明の時代、アッティカ人たちは自治的な農業社会で暮らしていた。 戦士時代の遺跡が、マラトンやロフィナ、ネア・マクリー、ブロウロン、ソーリッコス、アジョス・コスマス、エレッシーナなどで発見されている。ギリシア神話によれば、アテナイの初代王ケクロプスの頃にはアティカワ12の小さな国からなっており、テイセウスの時代にアテナイの元に統合されたという。スニオン・岬にあるポセイドン神殿紀元前6世紀まで貴族は、 郊外で独立した生活をしていたが、選手、ペーシストラトスの独裁やクレーステネスによる改革を経て、郊外の共同体は、その独立を失い、アテナイの中央政府の支配に服することとなった。クレーステネスの改革により、従来の村落を元ととして、行政区が編成され、市民編成の基礎的単位となった。デーモスはおよそ100人からなる単位で、139の デーモスが確認されている。また、アッティカ全土は、以下の3つの地域に区分された。いくつかのデーモスから構成された地区が、合計30個、都市部、沿岸部、内陸部20ずつ所属するよう編成された。都市部、沿岸部、内陸部の3地域から1地区ずつを抽出して、組み合わせて、部族とした。ダフニ修道院。モザイク画で知られるユネスコ世界遺産。 古典時代の終焉後、アッティカはローマ帝国の支配下に入り、その後東ローマ帝国の領域となった。396年には西モー土族のアラリック一世の侵略を受けた。アッティカの人口は近隣のボヨティアに比べて減少した。東ローマ帝国の地下においてアッティカは発展から取り残された。ユスティニアヌス一世が完成させ、 以後も集築が重ねられたダフニ修道院は例外的な遺産である。1204年、第4回十字軍によって、ラテン帝国が建国されると、アッティカモテッサロニキ王国やアテネ公国の統治下に入った。この時、ダフニ修道院もカトリックの管理下に置かれている。しかし、フランク人たちは厳格な支配は行わなかったため、11世紀から12世紀に、 かけてのアッティカの建築物でも華麗な装飾が見られる。アテネ公国はフランス人、カタルーニャ人が支配した後、ベネツィア共和国の支配下に入った。1456年、オスマン帝国はアテネ公国を征服した。アテネはオスマン帝国の統治下で認められたいくつかの権利を謳歌している。しかし、この状況はアッティカの農村には当てはまらない。 アッティカの大部分はトルコ人の所有地となったが、領主たちは騎兵の助けを得て住民たちを脅かした。アッティカの修道院は村のギリシャ的な性格を保つ上で重要な役割を果たした。ギリシャ独立戦争初期の1821年4月、アッティカの農民たちも放棄を行った。彼らはアテネを占領し、アクロポリスを占拠した。アクロポリスは 1822年6月にギリシャ軍に引き渡されている。ギリシャ独立後の1833年、アッティキビオティア県として設立された。1836年、地方制度改革によりノモスが廃止された際、アッティコビオティア県は北のビオティアと南のアッティキの行政区に分割された。1845年の改革でノモスが復活し、 アッティコビオティア県が再設置されるが、1899年に分割されて、アッティカ県とビオティア県が誕生した。両県は1909年に再統合、1943年に再分割された。アッティカ地方のノマルヒア、現在の行政区の元になっている。アッティカ地方は、以下の8つの行政区から構成されている。カリクラティス改革に際し、 旧アテネ県が北、西、中央、南の4行政区に、旧ピレウス県が本土と東諸部の2行政区に分割されている。面積の単位は、軽平方メートル、人口は2001年の国勢調査による。旧制度カリクラティス改革以前、アッティカ地方には、ノモスとしては、アッティカ県のみが置かれた。首都県にあたるアッティカのノモスは特殊な位置づけにあった。 1971年、ノモスを区分した4つのノマルヒアが設置され、行政区、自治体としての機能を担うこととなった。ノマルヒアを、研究の行政区画とみなして、県と訳されることもあった。2010年まで、アッティカのノモスは、以下の4つのノマルヒアから構成されていた。アテネ県東アッティカ県ピレウス県西アッティカ県1995年には、アテネとピレウスの両、 ノマルヒアが広域自治体を形成した。2011年1月1日、ギリシャの地方制度改革に伴い、自治体としての県は廃止された。他の地方ではノモスをもとに、ベリフェリア系のティタが編成されたが、アッティカ地方ではノマルヒアをもとに、ベリフェリア系のティタが編成された。ありがとうございます。